ちょっと冬の時なのに、まあ正月明けぐらいかなと思うんですけど、前もこれね、あのラジオでやったと思うんだけど、これをね、これ見てみんなどう思うかって、この姿っていうか、この像含めてね、で自分がこう感じるっていうか受けたの、これが要はエネルギー体だ、生命体エネルギー体なんだけども、これはね、要は昔の人見た時に仏様、大日如来みたいな、こうよくわかるじゃないですか、この上後ろにこうね、こういう存在。これだけどね、下にたくさん人いるんだよね、買い物してきてる人、誰にもこの姿は見えてないんだよね、この写ってるのはね。だからそういう、まあ昨日のあれでもこうひょっとこう飛んで歩いてるのも、こういう存在の的なものがあるの。一回ざっとこの動画なんで通して行ってみますよ。早いからちょっとこうやって飛び回る、ここに注目してってほしいんだけど、頑張ってよ。この雲のここに俺は母船が隠れてて、これね、ここから探査機みたいなこういうのが出て、でこれ今チラッと見たけど、まあ、当時で一回ずっと立ってて、後でスローでちょっと回してみるんですけど、これね、太陽の形もおかしいし、これね、これ青いのこう動き回ってるんだけどね、ここにね竜みたいな感覚を受け入れてくるんだよね、実はね、この部分によく見てるとね、ここね、竜みたいな、ちょっとこう、これ、分かんないかもしれないね、分かりづらいね、でね、ちょっとかすみです、まあ、説明すると、これ目です、まあ、目だ、お花ね、ここは頭。だこういうものをね、こう竜だっていうのをね示してるところで、これちょっとスローでね、ちょっと戻してみますよ。これ手でね、自分でこう何をするわけね、この映したやつはただこうスローで戻してるって感じで、こう回していくといいですか。これゆっくりいくけどね、これこういうのもね飛んでるってこと、これたまにこうそう、これね、これこういう下に黒い影が映ってるね、うん、でしかも電線の前に映ってるから止まって電線の手前に玉がある、うん、そう、これね、要はね、言うのはね、これが熱と光の力、うん、これ水なんだよね、水、うん、エネルギーね、これ何でかったら、これね、木の力を貯めて連動して飛ぶっていうエネルギーの一種で飛ぶらしいんですよ、うん、そういうエネルギーを使ってテクノロジーでその飛んでますよって、こういうので、でこれは全く見えないと、でこれよく見るとね、この先なんだけど、ずっとこっちに来ると、ちょっと待って戻しますよ、これね、まあ今巻き戻してるんだけど、うん、これ2つ
2つなんだよ、ね、よく見たらこれ2つ飛んでこれ1つ消えたでしょ、うん、で消えたやつがさっきこっちに出て映ってでこれもう一気にでしょ、これがね、うん、ストンとこう雲に隠れるか落ちてよく見てもらえば、こんな動きするものってないでしょ、虫とかじゃなくて、これほらこれね、実はね、いろんなね、いろんなあれがあるんだけど、これねこういうふうに回していくとね、これこういうね、こういうふうにね出てくるっていうかね、このこのね携帯でこうほら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 ここ、ほら分かりますこれ、ほらいいかい、これこれはさっきの水の部分なんだよね。水の部分であの上にその熱の部分があってっていうようなエネルギーの。だからこれちらっとこう見えるんだよね。この熱の部分のあれがね。でね、これね、こっちにもね、こう。これこれ。ここ見てもらえばわかんだけど、ほらほら、うん、時空からこう現れる瞬間がね、ほら、はい、ほらほら、ほら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 、これね、こんなのも普通のあの自然現象ではちょっとね、これさっきみたいに電柱がねなるってことはおかしいでしょ。消えると同時に映るような感じだから連動してんだよね。こうほら木と熱つながる、うん、木はそう気持ちの木、そう気持ちの木ね、うん、だからよくあのさっき言ったように、前にも言ったようにとか大太郎さんとか神社に行った時にくぐった時点でみんなの気分かる、気持ち分かる、着いた時に神様が何が必要かったら、みんなから木が欲しい、正しい木っていうか、そういうものを集めるんですよ、こう。で、集まった時に力を得ることができる。神が。あの、上がね。そういった時に、みんなにお裾分けで少しずつ幸運なあれをやってあげますよっていうようなね。昔はそういうものなんですけど、今は、みんなね、宝くじ当たってほしいとか、自分の中をやってほしいとか、願い事を、自分のこと言うでしょ、当たってほしい。待ってね、そうだよとね、これはね。で、これがさ、これだけのものが飛んでるのにね、下普通にみんな生活してて見えないんだから。だからこれがね、何を言いたかったら、視覚っていうか、その刺されたりなんですけど、これがはっきり。だから、自分らが今やってる行動っていうのは、そこに導くための行動であってね、うん、別にね何言われようか何言われようか、まあ、全然気にはならないんだけど、まあ問題はさ、何人の人がねやっぱりこうより多くの人がねこういうものが見れるようになってさ、このいい場所に行けたらなと、まあいろんなことこの存在がやっぱりだけどね、言うことがねちょっと自分としてはねあまり気に食わないことを言われたね。なんで自分にそういうものを教えるかって。それ普通の人より脳のシワが少ない。もうね、考えることがないし、学ぶことがなかったから、楽に詰め込めるっていう、まあまあ、それはどういう意味で言ったかわからないけどね。だけどね、頭も本当はね、
もうふさふさのねロン毛だったんだよね俺、もう金髪先生と言われたくらいのロン毛のね、それが売りだったのがさ、頭をツルツルするっていう意味が、だからねその意味っていうのがさ、言ったのが要はこう光を反射させるのね、でメッセージを送るって言った、でより一層メッセージを送るために頭を丸めなさいって言われたんだよね、だからね、お手様になったというね。